K1111、4トントラックは、大韓民国のアジア自動車で開発、製造され、1978年から大韓民国国軍によって運用された、小型軍用車両である。K111 や KM410 等の名称が、使用される場合もある。大韓民国国軍では、朝鮮戦争以降、アメリカ合衆国からの援助として、 無償提供された M606 を運用しており、K111 はその M606 を元として開発された。1980年代に入ると用途に応じた複数のバリエーションが軍に納入され、1990年代には民間向けとしてエンジンを元のガソリンエンジンからディーゼルエンジンに変更したロクスタも販売された。1997年からは 後継の K131 が軍の主力車両として配備され始めたことから、無反動砲を搭載した車両など特殊な用途のものを除いては退役しているとみられる。また、一部の車両は統一安保公園や巨災捕虜収容所、遺跡公園などで展示されている。大韓民国陸軍首都防衛司令部所属の K116、特に公衆事件を扱った作品において頻繁に登場する。 ありがとうございます。